市に来てます。そして、2キロほど奥に若松寺、そこに向かっています。日に日に緑がなんかはっきりして、なんかいい風景になってきます。あるんだけど、古い道を歩いていきたかったら行ってもいいんですね。暑いのも2日ほどでまた平年に戻るようですね。まあ20度ちょっとか。まあ、この地方はすっかり桜は、終わって、なんか北海道が咲き始めたとか言ってますね。まあ、昨日京都おとついも道の駅天童にいたんですけど、少し北上して村山市にまで行こうかなと思ってます。そうして新庄市で、そこを行けば小勝トンネル抜けたら秋田県なんですね。湯沢市です。そうして湯沢かどっかで内陸に入ろうかなって、中尊寺のある方ですね。北海道に渡るのが今現在10日5月ですね、連休終わってって考えています。だけど大型バスも来るっていうから、もし来たら大変ですよ。あと200って出てるんですね。見えてくるかな、そろそろ。あ、桜終わったっつってもまだ今散ってるのは散ってる。山菜の季節でもありますね。